はい、よろしくお願いします。今回は高校数学 2B の和の記号シグマ丸1についてお送りします。で、前回ね、複利計算やったんですが、こっからシグマ、こいつですね、この公式についてやっていきます。で、めちゃくちゃポイント推しなんですけど、今回はポイントの中に7個あって、下に問題が2問、計9問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、シグマについてやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、数列と言ったらシグマだよねっていうぐらいに、ほんとシグマはすごく大事なとこなんですけど、まず、シグマって何っていうのを今回掴んでほしい。で、それプラス、これ全部公式なんですけど、これはもう暗記してください。まずは説明するんで、シグマについて。で、シグマはこういう風に使います。シグマ、まあ、書き順合ってんのかな、俺。俺、癖で、まあ、こう書いて、こう書くんですけど、ちょっと癖でね、もっと早く書いちゃうけど。これでシグマって言って、上と下に、まあ、数字が来るのもあるんだけど、だいたい N が来る上に。で、下が K イコール1が来ます。これ違う文字の時もあります。I とか H とか T とかね、いろいろあるんですけど。で、その、シグマが K イコール1から N の時の K なんです、これ。で、何を表してるかっていうと、K に1を入れてから N を入れるまで足したやつですよっていうマーク。和の記号って言ってるから、足したものを表してる。和を表してるからね。つまり、これの場合は K じゃん、ただの。1を入れたらもちろん1でしょ。で、2を入れたら2なんで、1足す、2足す、3足すってやってって、で、N まで足しますよって。で、一応 N 書いてもいいんですけど、N の1個前は N-1 だよね。で、N まで足しましたって。それを表してます、これは。これはシグマの意味。だし、シグマ、K イコール1から N までの K はこれを表してる。で、これね、あれ見覚えがあるなって思った方は、なかなかありがたいんですけど、これ、等差数列丸5の時、等差数列とその和か。丸5の動画の1番で取り上げたやつ、その時に後で出てくるよって言った自然数足したやつなんだよね、1から N まで。だからその時にもこれ公式だよっていう話をしましたが、これは2分の 1N かっこ N プラス1を表してます。まあ、公式の和なの、和の公式なんでね、いいかなっていうのを表して、これ暗記してください。これが出てきたらこれだよっていう、そう、暗記しなきゃいけない理由は次回でわかります。そう。で、次、ちょっと色交互にいこうか。で、一応このポイントの中は、全部 K イコール1から N に統一してあります、ここは。これは基本的なスタイルになるので。下はね、ちょっとわざとずらしてるんですけど。で、今度は K の2乗です。ってことは、まあ同じなんですけど、K に1を入れる。だから、1の2乗、プラス、次2を入れるから、2の2乗、プラス、3の2乗、上がっちゃったよ。プラスって足してって、で、N まで足したとき。ちょっと N 引けちゃうね。ちょっと書かないでいいかもね。N の2乗まで。つまり、自然数を全部2乗して足したやつのことを表してるんです、これは。いい？で、こいつにも公式があります。で、これが、こっち2分の1なんですけど、こっちは、6分の 1N、かっこ、N プラス1にもう1個、かっこ、2N プラス1っていう。めんどくさって思う気持ちはすげえわかります。わかるんですけど、お願いします。覚えてください、これね。で、次3乗です。はい。では、意味はね、一応書きますけど、これは1を入れて3乗足す2の3乗足す3の3乗足すってやっていって N までだからね。N まで、N の3乗まで足したものだよっていうのを表してます、これは。で、これの公式は覚えやすくって、K の時、これに中括弧つけて2乗です。だから、中括弧の中に、2分の 1N、N プラス1、これを入れて2乗するっていう。これが3乗の公式になります。で、次です。これがね、地味にちょっと分かりにくかったりするんですけど、これ、K が1で、全部 K が入ってたでしょ？右のとこに。これ入ってないんですよ、C って。これはね、別に C じゃなくてもいいんですけど、K と全く関係ないもの、だいたいこんな感じできます。
数字、定数だね、が来た時に、数字が来た時に使うんですけど、これって何表してるかっていうと、関係ないから K に。だから単純に初項っていうか最初 C なんですよ。で、次何かってずっと C なの。次も C。なぜなら数字を入れようがないから、ずっと C が続く。で、C が点点点点って続くんです、こうやって。N 個。で、大事なのは N 番目も当然 C なんですけど、1番目から N 番目が全部 C ってことは、言い換えれば C が N 個あるんだよね。C が N 個。だから、これの公式はよく NC って書かれます。まあ、CN とかね、NC。で、まあ、これで言えば覚えるっていうのも、自分こっちの方が好きなんですけど、こうやって数字が来てる。シグマの人に3って、K 関係ないじゃんみたいな。で、数字が来た時は、これどうなるかっていうと、3N になります。ここに5が来れば 5N です。6が来れば 6N。1が来ればただの N です。ってんでよく使うの、これも。いいかな。で、次は何乗の方ですね。何乗。で、これは、ちょっと書こうか。R っていう文字があって、K がこのね、肩にくっついてる。指数の方にね。だから、K が1を入れると、R の1乗足す、R の2乗足すって続いていって、N で止まるから、R の N 乗まで足したものですよって。いいかな？で、これよく見ると、初項、一番左だから R でしょ？ R をかけ続けてるんだよね。R の2乗、次 R の3乗って。つまり、初項 R、公比 R の等比数列の和なんです、今。等比ね。で、N 項だからね。だから、等比数列の時の公式思い出してもらって書けばいいだけなので、これよくちょ、1-R の方メインで書かれるんで、こっち書きますけど、1-R 分の初項 A 括弧だったでしょ。でも初項 R って分かってるから、 R 括弧 1-R の N 乗となります。これ公式ですね。まあ、この時は等比数列の和のことなんだなって思ってくれるといい。で、もちろん一応書いておこうか。これ R と1が逆バージョンも OK です。 R-1 分の R 括弧 RN 乗 -1閉じていこうか。ただし、この公式使えるのは R がね、1じゃないとき限定ですけどね。まあ、一応書いておきましたけど、こうなります。で、このね、何乗タイプは、もう一個覚えてほしくて、セットで。これ似てるんですよね、すごく。何が違うかって、肩が K-1 乗なんです、ここ。で、これもよく出てきてて、これね、1を入れるじゃないですか。そうすると、最初、R の0乗なんですよ、始まるのが。R の0乗。0乗ってのは1だからね。だから、1プラス、2を入れると2-1だから R の1乗足す R の2乗で続いていって、最後 R の N-1 乗、 N を入れたらストップだからね、 N-1 乗まで足したものですよと。で、これも等比数列の和になってるんですけど、初項が1なのね。こっちはこっちは R だったけど、初項が1で公比は R。R ずつかけ続けるから。で、項数は N です。これね、N 引く字で終わってるんですけど、結局0乗から始まってるし、ここもあるように、1から N までを入れてみたんだよ。1から N って全部で N 個あるからね。だから項数 N って考えると、また同じように公式でいくとね。1-R。で、初項が1なんで書かなくていいです。1。で、括弧もいらないね。括弧もいらなくなって、1-R の N 乗と。こうなります。で、これも逆バージョンも書いておこうか、一応ね。R-1 分の RN 乗-1となります。で、この違いに関しては、初項が違うっていうね。そう。だからそこで変わるんだよっていうことも含めて、覚えておくと忘れにくくなります。で、大変なのがね、すごくわかるんですけど、これは暗記してください。そう。だから使用頻度、よく出てくるものっていうのはちょっと差があるんですよ。正直言っちゃうと、これは一番出てこないです。イメージとして。で、この二つは超出てきます。これ三つか、ここか。びっくりしたら出てくる。で、下も使えますけど、でもそこまで言ったら結局全部じゃんって感じがするんでね、ぜひ全部覚えてもらえたらと思います。でもって、最後、行きましょう。下ね。で、下の問題は、
次の和を項を書き並べて表そうってことで、まあ、こんな感じで書き並べて表してほしいと。で、これはね、シグマの意味をちゃんと分かってますかっていうところが大事になってて、これシグマ K イコール1から5までの2の形状になってます。で、シグマはさっきも言ってるように K がこの数字1から5まで入れた時を足したものなんです。意味は足したものね。だからこれを表すと、まず1を入れるから2の1乗足す2の2乗足す、これで全部書こうか、3乗足す2の4乗足す2の5を入れた時にストップだから、これ答えになります。シグマはこういうことを表してる。で、次がこうやって下がね、数字が変わる時もあります。 K が3です。シグマ K イコール3から N-1 までの K の2乗となってる。だから3を入れてから N-1 を入れるまで足したものですよって、それを表してる。で、書いていくと、最初が3スタートだから3の2乗プラス4の2乗プラス、一応細かいとこか、5の2乗でも全部書ききらないんで、で、最後は N-1 を入れた時だからこれの2乗となって、これで OK となります。これがシグマの意味ですね。で、これはすごい余談になるんですけど、ぜひ分かってほしいものがあって、これ例えば上のポイントの中身っていうのは全部 K が1から N まであるので、項数、これの数ね、項数は N 項あります。全部で1から N 項もあるから、当然 N 項だよね。で、これ K が1から5まででしょ。じゃあ項数みんないくつって聞かれたら、もちろん5項ってわかるじゃんか。じゃあここ K が3から N-1 までの時、項数いくつでしょう、これっていうのを分かってほしいんです、できれば。で、これ一応書いておきますね、項数。この知識を使う問題が出てきます。なのでね、まあ知ってて損はないので、これ結局ですね、上の数字引くこの数字足す1をしてください。これは前のね、等差とかの時もやりましたけど、項数を把握する時っていうのは、ここまでっていう数字からここまでを引いて足す1をしなきゃいけないんです。じゃないとずれるから、何番目と同じやつで。だから N-1 でしょ、から3を引いて1を足す、つまり項数は今 N-3 項あります。全部で N-3 項で、こことかは全部 N-1 プラス1するから、結局1が消えてしまって N 項っていうふうにできるんだよね。そう、まあ、そういうふうになってるんですけど、もしよかったら余談なんですが、こっちの方もね、押さえてもらえたらと思います。では今回は高校数学数 B の和の記号シグマ丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2がこれをね、もろに使った問題演習をやっていきます。なのでぜひね、特にここ上、ここをね、押さえた上で見てもらえたらと思いますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。